はようございます、じゅんです。はい、今日はですね、六本木ミッドタウンの近くにあるエクストリームゴルフスタジオにやってきました。ですね、最新のフィッティング機器があるというところのことで、いろいろセンサーつけてなんかやったりとかするみたいなので、早速行ってみましょう。はい、はい、エクストリームゴルフスタジオの服部さんです。よろしくお願いします。まずはですね、この施設の中をちょっと説明していただきたいと思います。ではパターの方から、はい、はい、長さとか、うん、あとヘッド形状とか、大切なのは皆さんご存知だと思うんですけれども、それ以外にパターのバランスですね、ヘッド側が重たい方がいいのかとか、はい、手元側が重たい方がいいのか、あとグリップの太さとかも、ストロークタイプによっては非常に重要になってくるので、はい、そういうのを細かくデータで計測しながら、その方に合わせながら打っていて試していただくという形になります。そしたら他のブースもございますので、はい、行きましょう。部屋がですね、一つはですね、こちらの、はい、トラックマンの使った部屋なんですけども、うんうん、こちらはフィッティングと、あとレッスンでも用いることができるので、画像を使ったレッスンと、あとトラックマンの実際のリアルなデータをご覧になりながらやっていくという形になりますね。レッスンをしてくれるんですね。そうですね、はい。で、こっちはもう本当にフィッティングをメインにした、こちらもトラックマンを使っているんですけれども、はい、お部屋になっています。でかなりここでは細かいデータをよりご覧いただきながらやっていきますので、こちらもフィッティングするの？そうですね、はい。うーん、でもう一つがですね、はい、はい、ギアーズというですね、うん、今一番最先端な測定機器、計測機器になるんですけれども、はい、あのシャフトにですね、はい、こういったセンサーをつけて、そうですね、この空間上の1ミリ単位の動きのシャフトの動きっていうのを把握できる空間になっているんですね。ライトスコープという計測器を使って、はい、またトラックマンと同じメカニズムではあるんですけれども、うん、重心移動とかと見れたりする、マットとの連携もできるので、はい、そういう意味で今こちらはここの機械を使って、こうどこでこう、そうですね、こう右行ったり左行っちゃったりとかするとかが分かる。そうです。でクラブ上げた時に右足にどれぐらい体重の比率がいってるかとか、つま先にいってるかっていうのを見れるので、もちろんフィッティングでも使うことはできるんですけど、よりちょっとレッスン色が強いので、やはりスイングをもっと向上したい方なんかにもおすすめですね。へー、気づいちゃったんですけど、はい、クラブのヘッドがここにあるじゃないですか。はい、気づいちゃいましたか。PXG マーク入りの、はい、これは一体、はい、何ですか、すごい強そう。今ゴルフ界で話題の、はい、モデルメーカーですね、 PXG って、はいはいはい、これはどんな特徴があるんですか。アイアンがですね、一番特徴的になるんですけれども、うんうんうん、はい、中空素材になっています。へー。でエラストマーといってですね、クッション材を入れることによって、うん、本来薄くフェースをするとですね、中身が硬くなってしまうのを、うんうんうん、このクッション材を入れることによって非常に柔らかい打感、はいはい、でなおかつきちんと飛距離が出やすいっていう特徴が一番の。フェースはじゃあ薄め、はい、フェースは薄めです、はい、薄めだけど打感が非常に柔らかい。そうですね、うん、すごいシャフトの数が。そうですね、シャフト自体はですね、日本のモデルとあとアメリカでしか出ていないモデルの、うん、今2つのラインナップで、はい、で今有名なところで言うと、三菱レオンが出している天性というシャフトなんかはですね、日本では入ってきてないモデルなんですけども、はい、ただアメリカのトッププレイヤーでは非常に多く使っていて、タイガー・ウッズもこの天性っていうモデルを使っていたりするんですけども、はい、どう違うんですか、日本のメーカーとアメリカのメーカー。はい、最近の日本の傾向ですと、うん、全体的にはこうシャフトがしなりやすくてこう弾くようなタイプが多いんですけども、それに対してやっぱりアメリカっていうのは非常に挙動が安定して、しなりにくいっていうのが一つ特徴かもしれないですね。硬く感じるかもしれないです。ただ実際打ってみるとそういう感じはなく、その方に合わせてあげれば日本の方でも使えるようなシャフトにはなっているので。何本くらい変えて皆さん打つんですか。ドライバーですと大体5、6回ヘッドとシャフトを変えていただいて、で少しずつご自分に合うのを見つけていくという形になりますね。もうあまりこんなにシャフトが揃ってるフィッティング施設って他
他になさそうですけど。あまりないでしょうね。ただ僕たちはこれでもちょっと少ないかなと思うぐらい。本当ですか？もっとこのシャフトがあったらいいなって思う時は中にはあったりするので。ので今、ウェッジからですね、うん、ドライバーのシャフトまでで全部で350本ぐらい。350本、はい、でさらにそこからいろんなタイプのヘッドがあって組み合わせていっていくので、うん、そのコンビネーションってすごい膨大な、本当ですよね、はい、その中から一番いいクラブをご提案しますので、はい、と、はい、フィッティングって、はい、私あの今までゴルフショップに行って、はい、なんとなくあるやつを打ってみて、はいはい、その中から、まあ、これがいいのかなとか、ちょっとこっちの方が私に合ってるかなぐらいでクラブを選んでて、はい、こうフィッティングのなんだ定義みたいな、はい、あったりとかする。フィッティングの定義ってすごく曖昧で、うん、今おっしゃった、うん、こう量販店とか行って打つっていうのも一つフィッティングだとは思うんですね、うん、ただそこの精度がどうかっていうところも大事になってくるので、結局自分でそういうあの試打してフィッティングするでもどうしても客観性がなかったりとか本当に合ってるのかなっていう実証が何もないので、やっぱり一つ大事っていうのはきちんとデータを見ながらやるっていうのは大事な要素にはなってくると思いますけどね。こちらではお客様の持ってきていただいたクラブを計測するためにシャフトを振動数、あとバランスですね、あともちろん長さ、あとロフト来角っていうような、はい、はい、じゃあ早速、はい、私のクラブを診断してもらいたいんですけど、はい、ちょっと今回持ってきたので、はい、じゃあ早速ですね、はい、まずクラブの、はい、持ってきていただいて計測からしていきましょうか、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあ最初ドライバーを見せていただいて、はい、これはやっぱ先ほどおっしゃった 4,5 年ぐらい使ってるやつですか？グローレは1年、はい、ちょっとそうです。わかりました。こういじられてるんですか、そのシャフトの入れ方を。いや、わかんないです、はい、どう、なんか変わってます？なんか ここはですね、うん、あのスタンダードのところにこの矢印のところが来るんですけれども、うん、はい、少し今ハイの方に一つだけ動いてるんですね。ってことはちょっと上がるようになってる。ちょっとそうですね、シャフトが、あ、ごめんなさい、ロフトが上に向いているような。なるほど、私いじってないと思うんで。はい、わかりましたシャフトの振動数を見ています。シャフトはですね、1分間にどれぐらいこう波動するかという動きを見ています、はい、でこれを見ることによって、うん、あのフレックスとはまた違うシャフトの本当の硬さを見ることができるようになってくるので、ね、バランスですね、はい、結構重たいのお使いなんですね。そうなんだ。はい、もうなく、はい、もう完璧、ほぼほぼ大丈夫だと思います。はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、でもこれから打つ、はい、実際に今度、はい、試打をしていきましょう。はい、今ボールの回転数も非常に安定していますし、うんうん、あの高さがまあちょっと低いかなっていうぐらいのところですね。